パーチ・フラビア・ティリス・ペルカ族は、ペルカ科の淡水性の長魚である。ペルカ族には、地域別に3種が存在する。語源は、ギリシア語で、反転という意味のパーカである。淡水性の長魚の多くは、多かれ少なかれペルカ族に、似ているが、他の族であるものが多い。ペルカ族は、荒い駆衆録を持っている。頭の前方には、上顎と、下顎、鼻光。 二つの無害の目がついている。後方にはエラを保護するエラ蓋や水の振動を感知する側線形がある。また胸びれ、腹びれを一体ずつ持っている。背びれは二つあり、一つ目はトゲが生えていて、二つ目は柔らかい。またやはりトゲの生えた尻びれや尾びれもある。相配質空は尻びれの直下にある。すべての鈴木目の魚は、 同じような形態を備えている。この属の基準種はヨーロピアンパーチである。ペルカ属は食用魚として人気があり、商業的な漁獲も高い需要がある。アメリカ合衆国のレストラン等ではメバル属の大西洋アカウオをオーシャンパーチ、小型のバスをロックパーチというとパーチは類似の様々な魚も意味する。ニューイングランドで一般的なホワイトパーチは、 西鈴木と呼ばれるが、モロネカモロネ族であり、鈴木家ではない。ペルカ族は、様々な方法で漁獲されるが、浮き釣りとルアーフィッシングの二つが主要な方法である。世界の多くの場所で、穴釣りの対象にもなっている。餌としては小魚、ミミズ、ウジムシ、ザリガニ等、様々なものが使われる。パンフィッシュの一種としても知られている。ペルカ族は、 約2 3キログラム以上まで成長するが、通常釣られる個体のほとんどは0 4 2ラム以下で0 9 1ラムを超えるものはかなりの大物である。イギリス国内でのこれまでの最大記録は2 7キログラムである。ヨーロピアンパーチペル家族の魚は3種が知られている。ヨーロッパ、アジアで見られる。体は能力色で赤色のヒレを持っている。 ニュージーランドやオーストラリアにも移入され、イングリッシュパーチとして知られている。オーストラリアでは大きくなるまで養殖される。赤ヒレカワメバルあるいはヨーロッパカワメバルなどとも呼ばれる。カザフスタンのバルハシコやアラコルコ、ウズベキスタン、中国で見られる。ヨーロピアンパーチと非常によく似ており、同じくらいの大きさになる。アメリカ合衆国やカナダで見られ、ヨーロピアンパーチよりも小さく、 色が薄い。マスダ、H、K ・アマオカ、C ・アラガ、T, I. T.、アイの&、T ・ヨシノ、1984?The f i s h e s of the Japanese Archipelago Vol.1 都会ユニバーシティプレス、東京、ジャパン、437p。ありがとうございます。